こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。来てくださってありがとうございます。今日もまだ小声配信になりますのでよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。YouTube お疲れ様です。お疲れ様です。黒電話たくさんありがとうございます。イベント今日から参加させていただきます。昭和レトロ館。昭和レトロ館の後半に参加させていただきます。後半のレコードジャケットフリーに参加させていただいています。はい、今日が1日目です。すでにたくさんのプレゼントで応援ありがとうございます。はじめにお持ちの黒電話3つ、ね、プレゼントしてくださって、応援してくださってありがとうございます。これあれじゃない?なんか、今のあれだね。ドラえもんだね。テッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。昭和だからなんか昔懐かしの曲特集とかね、どこかでできたら、ずっと歌うわけじゃないけど、どこかで1日1曲とか2曲以上とか歌えたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではいつも通り自分次第から歌っていこうと思います。逃げ出すことは簡単だ、逃げてる自分が大嫌い。
とうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。ダニーさんありがとうございます。サキさんありがとうございます。皆さんたくさんポチポチありがとうございます。はい、改めましてこんばんは。今日も時間作って見に来てくださってありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。ありがとうございます。今日も小声配信になります。皆さんね、この小声配信にも慣れてきたという声をたくさんいただいていて、はい、私もこの配信慣れてきて対応力がねすごいですね。皆さんご協力してくださってありがとうございます。匿名さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日も9時までよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。よしさんありがとうございます。黒電話は知ってはいます。でも実際に使ったことはないです。あ、でもなんか黒じゃなくて回すタイプなら小学生の時に学校にあったので何回か使ったことはあります。うん、回すのが面白かったですね。1回か2回くらいかな。鉄さんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。それを自分次第にも大慣れてきてアップテンポに戻るとき大丈夫かなと思ったりします。はい、皆さんありがとうございます。まさかやさんありがとうございます。ありがとうございます。みごずさんありがとうございます。ありがとうございます。イベントの応援ありがとうございます。今日から、昭和レトロ館というふわっちのイベント参加させていただきます。後半なので今日7日からですね。はい、なんだっけ、レコードのフリーに参加させていただいて、レコードジャケットのフリーに参加させていただいています。よかったら応援よろしくお願いします。たくさんの応援ありがとうございます。はじめにお持ちの黒電話プレゼントをくださってありがとうございます。山猫さんありがとうございます。コッペさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ねくんさんありがとうございます。こんばんは。匿名さんありがとうございます。ひるさんありがとうございます。ゆうくんさんありがとうございます。ありがとうございます。さっきまで、先ほどまで CD ライブやってましたね。カウントダウン TV か、カウントダウン TV やってましたよね。今回バレンタインスペシャルみたいな感じ、バレンタインなんとかみたいな感じで、バレンタインのラブソングがたくさん流れてましたね。40何位にチャミナさんのネバーグローアップがあって、私はテンション上がってました。昔の曲で言ったら、あれ、そうだね、さっき歌われてたカバーかな、未来予想図2とかですよね。そう、初披露なんですよね、残響参加ね。ありがとうございます。モースさんありがとうございます。ありがとうございます。ヤワさんありがとうございます。静かに残響参加いけるかな、難しいかもしれない。なるべく多く出していただきたいなと思います。スライラさんありがとうございます。コワクさんありがとうございます。高さんありがとうございます。ママセさんありがとうございます。スバキさんありがとうございます。ホーさんありがとうございます。まだ気づかなかった。10個もありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。雪はね、溶けてましたよ。溶けてて、でも霜焼けがすごく、霜がすごかったです。雪は違うね。はい、よしのりさんありがとうございます。とくめさんありがとうございます。恋愛ソングって言ったらやっぱ西野カナさんとかですよね。可愛い恋愛ソング、
にもたくさんありますよね。あなたに恋をしてみましたとか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 、グードンさんありがとうございます、シナモンさんありがとうございます、トクメさんありがとうございます、ヨミチさんありがとうございます、私が見てたとか、岩遊びさんが結構多かったですよね。岩遊びさんとかアイナさんとかララララブソングとかもありましたよね。はい、猫猫さんありがとうございます、馬さんありがとうございます。そうだね、昭和難しいな、昭和の曲何か言っておくと、皆さん提起ありがとうございます。ゆめさんの残響さんか、ゆったりで、ね、アカペラでいいかな。タタラタラタタ、難しいかも。タラタタタラタタタタラタラタタタラタタタラタタラ、誰が袖に叫んか、ただそこに会おうとした、肌に色を溶かしゃに、ただの小声になっちゃう。フレンズが昭和60年、フレンズか、フレンズバラード、ウルさんが歌われてた、そうやってバラードで、そんな感じのニュアンスで 歌わせていただこうかな。 OK、 じゃんくん参加とフレンズね、え、名残雪もいいですね。ただの小声になっちゃうけどいいかな。ミミさんの三強参加かぶるかな、今ちょうどかな。いきます。タラタラタラタタタラタタタラタタタタラタラタタタラタタタラタタラ、誰か袖に叫んか、ただそこに会おうとした、派手に色を溶かすようにキラシの月を添えて転がるように風を切って、ちょっとなんか音が違う、ごめんなさい。ちょっと初めの音だけいいですか、ギターで。全然なんか違うような気がする。ギターで初めの音だけ出します、すみません。すごい進んじゃったけど申し訳ない。もう一回仕切り直して、誰か袖に叫ぶ、ただそこに会おうとした、タタラタラタタタタラタラタタタラタタタラタタラ、誰か袖に叫ぶ、そこに会おうとした、羽に色を溶かすように金糸の月を添えて転がるように風を切って、つまずくことに強くなった、怒りも痛みも怒りも全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい、声を届け夜のその向こうへ、闇は涙で滲んでた、あんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でて誰に届けたくて、不確かなままでいい、どんなに暗い感情も、どんなに長い見解も、歌うたと散れ残響、タタラタラタタタラタタタラタタタタラタラタタタラタタタラタタラ、おお、ちょっとちっちゃいバージョンみたいになっちゃっただけだけど、エメさんの残響参加でした、ありがとうございました。残響参加でした、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。リクエストありがとうございました。やっぱかっこいいですね。りょうくんさんありがとうございます。もう歌われましたかな。ゾレロさんありがとうございます。ひなくんさんありがとうございます。マーチーさんありがとうございます。ありがとうございます。たくさんバチバチありがとうございます。りょうさんありがとうございます。ひろさんありがとうございます。やわさんありがとうございます。
今から？今からですか？なんか先にちょっとありがとうございます。梅さんありがとうございます。木さんありがとうございます。イベントの応援もたくさんありがとうございます。どうしようかな。フレンズちょっと入れてバラードで、バラード調で、ウルさんのカバーでバラード調だったんだよね。かっこよかったんだよね。急げば交わした日はママの顔さえも見れなかった。はいレベッカさんのフレンズですねいいかな。行きまーす。口づけを交わした日はママの顔さえも見れなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。ねこねこさんありがとうございます。ちょっとあまり感情乗らなかったかもしれないけれども、バラード調でね、レベッカさんのフレンズ出していただきました。あんまささんありがとうございます。ひなくんさんありがとうございます。そらいろさんじょこもありがとうございます。さんパチパチありがとうございます。バーゼルキノコさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、昭和の曲、もう一曲ぐらい昭和の曲何か歌えるかな。今だと知ってるのしかあれだけど調べておこう。もうさんありがとうございます。ヨークさんありがとうございます。踊るポンポコリン、あーそれ昭和だっけ。あ、そっか、ピーダラピーダラパパパラパピーダラピーダラ踊る。顔が隠れるからもう少し左左左、どこに隠れるんだろう。え、左、うん、こっち。あ、わかんない。いや、はい、すみません。はい、ごめんね、コード見るときに下向いちゃうから、その字だけ、頭皮だけしか映んないときあるけれども、はい、よし。OK。すみません、私の理解力がなくて大丈夫です。じゃあどうしよう。41分あと2曲ぐらいかな。うん、踊るポンポコリンとかね、歌詞あるから。これはちょっと小声じゃあれだな。
名残雪と踊るポンポコリン。うんうんうん。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。これはもう声を張って歌いたいけど、ちょっと軽くね。1,2,3。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からぼわっとインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。だったたらりらピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラおへそがちらり。だったたらげらひぴひゃらぴひゃらパッパパラパぴひゃらぴひゃら踊るポンポコリンぴひゃらぴお腹が減ったよ。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん。意外といけた。ありがとうございました。はい、これどなたかな。ちょっとイーガールズさんのが出てきたんですけれども、踊るポンポコリン、うんな、ドルポンポコリンでした。ちびまる子ちゃん、はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。だからはね、ウェイウェイウェイって感じで歌いたいですね、声張れるとき。はい、ありがとうございます。ヨアさんありがとうございます。ソピーさんありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。ありがとうございます。の応援皆さんのおかげでもう13位ありがとうございます。デッさんありがとうございます。ナオさんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。手叩いたんだけど、いつだってって気づきました。ここでしか叩けなかったから音はならなかったかもしれないけど、はい、うんうん、たくさん応援ありがとうございます。ナイスも127個ありがとうございます。おうさんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。まさくんさんありがとうございます。はい、流れ雪かな次。よし、少々お待ちくださいね。たくさんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。けんたろうさんありがとうございます。あ、もめもハンカチーフも良かったですね。うん、 I love you。 あー、尾崎豊さん、メジャーなところは覚えたいですね。 I love you。 Love you 今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。 I love you。 名古屋駅、よし、名残雪歌わせていただきます。ゆりかさん、そう、手が霜焼けっていうか、朝霜が張ってたって話してて、なんか前にも話したことあったっけ。最近思い出してて、面白いなって思って母に話してたんですけれども、あったかな、小学生の時に長野だ、ちょっと長野行ってた時期があったから、長野すごい寒いじゃないですか。結構寒い方の地域で雪も結構積もるところで、小学4年生の時か3年生の時に、寒すぎて私手先とかすごく、足先とかすごく冷たくなるタイプで、あまりにも寒すぎて、その時なんか手が痒いなってなって、痒い、痛い、腫れてる、赤くなってて腫れてるな、腫れてたんですよ。でそれで保健室に行って、ちょっと怖い先生だったので保健室に行って、なんかあんまり自分で言い出せなくて、なんか手が腫れてて痛いというか痒いというか痛いですって言ったら、霜焼けだと分からなかったから、その時に痛いですって言っただけで腫れてたので、そしたらなんと保健室の先生から保冷剤渡されて、さらに冷やしてたんですよ。でも私何も言わなくて冷やしてて、全然良くならない、
し、なんか逆にあれだから冷たいし悪くなるからこれ仕分けなんじゃないって言われて、で温められたっていう、私がちゃんと言わなかったから、そう逆になんて言うんだろう、なんて私からしたら怖いみたいな感じ、全然優しいと思うんですけれども、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、優しいっていうか、なんて言うんだろう、それが普通の先生みたいな、そう私がちょっと言いにくかったっていうか、はっきり喋らないと怒られるタイプだったので、だから私がはっきり喋らないから毎回怒られてたと覚えがあるんですけれども、そうそれでそういうことがあったなって思い出して笑い話になってます。まあ、だって腫れててね、だいぶぶつけたとかなんか思うから、そうそうそう、でも怖い雰囲気の先生、今まで担任の先生とか、なんか普段怖いなって思う先生ほどすごくしっかり見てくれてたりとか、しっかり怒ってくれてたりとかするので、うん、そうね、なのかな、あ別に先生が悪いとかそういうのじゃなくて、まあ別に大事とかじゃなくて、単なる島焼けだから全然笑い話なんですけれども、今でもそういうことがあったなって最近思い出してました。うん、ねえ、から霜が張ってたから、でもキラキラしてて綺麗ですよね、霜って。よし、じゃあ名残雪歌わせていただきます。イルカさんの名残雪。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれか最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時お尻ふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。はい、ありがとうございました。イルカさんの名残雪でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごくすごく良かった、ありがとうございます。たくさんポチポチありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとうございます。あようさんありがとうございます。ありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。バングさんありがとうございます。30個もありがとうございます。名古屋駅に出来ました。よかった。名古屋駅あ、なんかでもこっからかな、あれこの曲って春の曲だっけ。春の曲でしたよね。なんか今立春らしいけど、なんか立春以前よりなんか寒くない、寒波より寒いような気がする。今寒すぎるよね。あ、10位ありがとうございます。ありがとうございます。
イベント注意ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。初日からすごい勢いでいつもありがとうございます。30個、ちょっと見逃しちゃったかも。たくさんありがとうございます。ちょっと見逃しちゃったかも。ありがとうございます。あー、なんか変なのしちゃう、ごめんね、なんか変なのしちゃったらごめんなさい。大丈夫かな、大丈夫、消えてない、なんか変なのしちゃったかも。大丈夫かな。よし、ナイスチャンス、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫、よかった、肩を見たっていいね。あ、イヌさん歌い始められた、うん、あ、歌い始めましたか。よし、ちいさんありがとうございます。10位おめでとうございます。 OK、 あと1曲いけるかな、いけないかなぐらいだけど、1曲いけるかなと思うので最後カバーしようかなと思います。ナイスもたくさんありがとうございます。150個もありがとうございます。ナシオマキ話ありがとうございました。いえいえ、聞いてくださってありがとうございます。オーさん50個もありがとうございます。ちょっと違ったかな、ちょっとありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。応援皆さんありがとうございます。はじめにお持ちの黒電話もありがとうございます。ありがとうございます。琥珀さんありがとうございます。リリさんありがとうございます。ルリナの地球もいいですね。最近しっかり歌えるようになりました。どうしよう、あと1曲どうしよう、迷っちゃう。ブッチさんありがとうございます。おわぎさんありがとうございます。ユダさんありがとうございます。ネクさんありがとうございます。そうね、ナイロさんありがとうございます。ありがとうございます。ジコありがとうございます。うおー、どうしよう迷う、どうしよう迷う、どうしようどうしようどうしよう。トクミさんありがとうございます。ユクさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、なんかラブラブなラブソングないかな。ラブラブな、片思いしますか、かぶせちゃうけど、最近歌ったっけ、最近歌ってるような気がする。まあいいか、いい曲ですもんね。例えば、あれ、うんうん、待って、うんうんうん、あ、ここだ。一、じゃあエメさん片思い被っちゃうかもしれないけど、いきます。一、例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ、僕がギターを思うようになくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでも情けながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ分かってよ。誰よ猫さんありがとうございます。たくさん
さんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。私もラブラブラブなラブソングいきますか。あなたが好きな自分が好きにしようと思います。時間もないのでワンコーラスでいきます。姉さんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。はちありがとうございます。無駄な時間でしかもささやきの配信でありがとうございます。いつもありがとうございます。 OK。 じゃあね、オリジナル曲ラブ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 ララブソングって言ったらこの曲かな。はい、ではちょっと今日はどの曲って聞かずに行っちゃうけどごめんなさい。いきますね。ありがとうございました。いいんじゃないですか。バレンタインにぴったりでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。さきさんありがとうございます。皆さんもたくさんイベントの応援ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい、やったー。バングさんありがとうございます。確かに歌うのにすごく躊躇してますよね。トイレすぎて懐かしい。なんか今じゃ全然歌えるけど、春山さんありがとうございます。私の祖母が好きだと言ってくれてる曲ですね。はい、たかしさんありがとうございます。ありがとうございます。たくさんいいねもナイスもありがとうございます。じゃもうそろそろ9時になりますので、ちょっと忙しかったですが進みが、はい、今日もここまでで終わろうと思います。短い時間でしたがお時間作ってみてくださってありがとうございました。この短時間にもね、この短時間でね、イベント今日から参加のイベント8位ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いつもたくさんのありがとうございます。はい、ではまたフワちゃん新年お待ちしております。今日はありがとうございました。たくさん温かいコメントリクエストプレゼントナイスありがとうございました。またお会いしましょう。バイ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 。ありがとうございました。おやすみなさい。3、2、1ありがとうございます。最後までありがとう。